はい、ハローフリーと申します。今回もトロピコ5やっていきたいと思います。あと32ヶ月後にね、敵軍が攻めてくるので軍備をね、進めていきましょう。今回もやっていきましょう。まあ、今うちの軍隊はね、戦車部隊2個、歩兵部隊を3個有するわけですが、まあ敵の戦力がいまいちわかんないんで、どうするかってとこですよね。歩兵部隊4個だね。まずはなんか前回津波でだいぶやられたんで、それを修復するっちゅうとこだね。なんだこれは、人がいないのか。どっかに高校があるんだな。あったあった。ちょっと高校には管理者をつけよう。お前でいいよ。利他主義者。我々は革命を入手しました。これで他の国の同胞たちにも輸出ができるというものです。缶詰を輸出する。2個同時に缶詰どんだけ缶詰を送りたいんだよ。缶詰はどこ、どれだ。缶詰工場は電力がいるんで発電所を作んないといけないんですけど、これあんまね、なんていう、住宅地の近くに作ると住民たちがね、うるせえぞってなるんで、ここら辺に作るかな。結構するんだけどな。どこかに建設業者を作るのか。まあ、いっか。発電所となると変電所がいるんだよな。その発電したものを遠くに届けるのに使うのが変電所なんだよね、確か。でもか、やれ。ここら辺、あ、いたいたいた。はい、撃て。よーし、反乱分子は根出しにしていかないとね。そうだな。畑。缶詰は果物だよね。となると、ちょっと、パイナップル。パイナップルは適生する土地があんまりないな。じゃあいいや。コーヒー。ここはバナナ。バナナやっぱどこでもね、作れるね。見えないな。どこら辺だ。ここでいいか。いや、もうちょっと右に。いや、ここでいいな。やっぱいいや。ちょっと幸福度を調べようか。治安はあんまり、治安はいい感じ。ただ警察署がない。娯楽は少ないようだ。食料はだいぶ高いね。で、医療は、医療やばいじゃん。お医者さんをね、作らないといけないようなんで。医者っていうと福祉にあった、診療所だね。これどこに作るのか。まあ、港の近くでいいかな。26,000相当の物資が輸出されたと。プレジデンテ、これは言うなればトロピコの危機です。すぐさま対応するべきでしょう。何がですか。反乱ですか。これね、オートセーブなんですよね。反乱の兆候があるようだ。軍の基地を作っ、あ、税関とかも作ってないな。輸出価格が、あ、そういうことね。税をかけると。税関っていうのは大体空港とか港の近くに作るのかな。それはあんまり関係ないか。ここでいいかな。発電所
ちょっと優先して。ストライキ。どこだ？ここか。まずいぞ。買収する理由がないからな。鎮圧しろ。どこに？あ、あれでいいんだ。やっぱり幸福度が低いとね、デモも多いな。ちょっとまあじゃあね、かわいそうなんで、ちょっとね、給料上げてやるよ。しょうがねえ。建設業者どっから来てんだ？わかんない。これか？建設業者ってさ、収入上げてあげた方がいいと思うけど、まあいいかな。一番大事だもんね、これは。この赤いエリアに電気が行くということなんだろうな。で、缶詰工場だな。ん？なんか書いてあった。90の電力が必要と。まあ、真横に作ればいいか。発電量はゼロ。電気が作られていないと。石炭と天然ガスから電気を作り出すと。石炭も天然ガスもないよな。ここって鉱山。あ、もうあるのか？違うな。作るのかな？天然ガスはどうやって作るんだ？まず電気が作れない状態だ。ここはなんだっけ？石炭じゃない、石炭か。全部島の中に回せないもんかな。なんということだ。まさかこんな。また氾濫か。今回はちょっと規模がでかいな。やれやれい。壊すね。お金がかかるから壊すんじゃねえよ。よし、配送していくぞ。こいつは何やってんの？プレジデンって、これは言うなればトロピコの危機です。すぐさま対応するべきでしょう。街中に不穏な空気が漂っています。きっと腐ったスープで消化不良を起こしたせいに違いありません。スープは油断できませんからな。国民の不満、今何があったじゃん。逆に異軍をくれ。まずいな、この国本当に不安定すぎるな。いつか分裂するんじゃないか。お、発電できてる。あ、さすがに今できてるか。金持ち、賃金高いな。プレジデンテ、我々の研究にピッカピカの進展。宝石工場が作れるようになったと。これコーヒー豆、魚、パイナップル。魚、パイナップルだ。パイナップルは結構場所がね、特殊なんだよな。ここら辺は比較的作れるっちゃ作れるな。よし。幸福度上げたいけど、待って、減税するか。戒厳令か。不安が高まる。配給料、そうか。お金がなくなっちゃうね。医療サービスの有料化、社会保障、識字教育、
そうだな。急激に変わるような何かないもんな。まずい、働く人がいない。大卒なんて呼ばないと来ないもんな。雇うか。みんな世界大戦における仲間を作ろうと右に左に駆けずり回っています。外交官としては役得の状況ですな。ここのところ私のもとには毎日のように晩餐会の招待や豪華な品が送られてきます。両陣営とも味方になりそうな国に対しては大きな報酬を約束しています。大使館を建設して大使をこの島に招き、より大きな恩恵に預かるというのはいかがですかな。いいでしょう。大使館はあるんで、呼べばいいんだろ。大使館あったっけ。残念ながら俺大使館のフォルムを知らないんだよな。どれだ。しまって、確認しよう。あった、これだな。2つの屋根がついた建物、これだ。そうだ、連合国を呼ぼうかな。でも枢軸国の方が好きなんで枢軸国呼ぶか。お見事です。連合国の外交官を名乗っている連中は鼻持ちならない者たちばかりですからな。距離を置くに限るというものです。しばらくは奴らのわめき散らす声を聞くことになるとは思いますが。枢軸国は我々が戦争時における彼らの心強い仲間となることを期待して以下のどれかの報酬を提供すると言っています。軍事施設を一つ無料で作らせてもらいますよ。いや、何でも無料なんですね。刑務所は冷戦時代じゃないと無理なんだ。陸軍基地を作ろう。最重要だよな、これは。刑務所作ろうかな。今何でも作ればね、ちょっと上がるんで。礼拝堂ないよね、ここ。作ろう。国民のために。新聞社もないような気がするな。これ何？どういうこと？自由度。自由があるところに作ればいいのか。この山の上でいいんじゃないですか？やば、あと2ヶ月後に進行開始だね、よく見たら。まるで時間がないっていうか、ちょ、間に合うのこれ。優先して。まずいな、あと1ヶ月建設が間に合わないな。さて、対戦のね、時が刻々と。新世界機構の力をもってしてもこれ以上の時間稼ぎはできません。すぐにイスラロホの軍隊が攻撃してくるでしょう。この国の防衛体制が万全であることを祈ります。さもなければ私たちの組織における評価値に落ちることになるでしょう。目的、侵略軍を撃破すると。落ち着こう。敵軍を確認だ。歩兵部隊3つ、4つ、陸軍じゃねえ、戦車部隊が1つで、我らは、歩兵隊が4つ、陸軍が2つということで、戦略的には歩兵部隊は同じだね。戦車隊の活躍、戦車隊敵も2つあるな。ってことは全く同じだ。強っ、この戦車遠いからな。これはまずい。格好撃破されたらおしまいだ。頑張れー。負けるなー。諦めるんじゃない。一旦飛行、一旦ね、全員で固まってやろうぜ。うわー、おお、作ってる。お、構いなく作ってんじゃん。何も作んないんだろう。おお、作ってる。それでもなお作っているっていう。まずいぞ、こっち。もうあと戦車隊しかいない。完成させてもええんだぜ。戦車隊頑張って。訓練の成果見せようぜ。あ、戦車隊が。わあ、これ勝つの？お、勝ったぞ。まずいな、もう。戦力差が尋常じゃない。やばいぞ、うちの軍隊、壊滅じゃないか。あ、やばい、大使館に。
宮殿が。ちょっと止めて。止めてくれ。もうね、ね、今更改良してもしょうがないか。もう一回出してくんないですか。始めるんじゃない。まずいぞ。勝ち目か。あとはね、見張り台が複数あるくらいで、特に対抗できるようなものがない。まず結構難しいんだな。あれ、なんか火炎瓶手榴弾、どっち手榴弾とか。なんということだ、まさかこんな事態になるとは。それに加え反体制派がね、こうするかのように突如として出現したな。うちはもうね、特に対抗する手段ないんで。これ壊されたらね、負けなんで、もう終わりだな。もっと軍国主義にするべきだったね。戦車撃ってるでしょ。結構硬いんだな。これ2回目出せないの？くそ、選択退却。やっぱダメだな、1回引くともう出せないんだな。あれ、反体制派は？あれ、もう一回出てきてる。あ、やった、時間でか。ちょっと待って、なんかいるし。戦車隊ちょっと、もう反乱はもう起きたよ。あー、大丈夫かな今さら。数が多いっていうかさ、ひたすらに強いよね。よし、ちょっと軍事訓練だ。戒厳令もいいよ。あー、世界の経済情勢となんてことだ。負けてしまったぞ。侵略軍にね、負けたので、ちょっとデータをね、ロードしまして、めちゃくちゃ軍事施設をね作りまして、今回は勝てるんじゃないかなと。もう、うちの軍すごくいるんで、そう簡単には負けないと思うんだけど、頑張ってもらおう、みんなに。いけるいける、押せばいけるよ、こんなの。うちの軍多いからね。見てください、もう前回より住民の幸福度が低い。軍国主義ってやっぱり悪なんだな。撃て撃て撃て、建物ごと撃ったれい。欲しいぞ。飛ばせ。アドリアーナと共に侵略者の撃退に成功したようだな。君たちが良い関係を築けているようで何よりだ。君は今一度自らが組織にふさわしい人材であることを証明した。君なら必ず乗り越えてくれると信じていたよ。君とアドリアーナの前には輝かしい未来が待っている。ありがとう、ありがとう。決定決定。 OK OK、 キャンセルか。これでクリアなのかな。お、バオバオだ。え、じゃあそうだな、あ、いや、これを動画の最後にくっつけて
次回はこうやっていこうかな。